はい今回はビートたけしさんの有事の際は逃げるという素晴らしい発言と憲法改正を考える人間の思考回路についてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたします、えー、この話っていうのはとても大切な話ですのでいろいろ調べてですねまあ、分かったことを、えー、まあ、解釈まあ、こちらをですねお伝えしていくので今回もよろしくお願いいたします、えー、このビートたけしさんの発言がですねまあ、SNS で注目されているんですがまあ こういった話が出るっていうことは、本当ですね、誘致の可能性が、まあ、懸念が出てくるっていう、まあ、そういったことなんですね。で、僕は、あの、さん様にお伝えしているように、憲法改正、絶対反対です。なぜかというと、救助がなくなる、基本的人権がなくなる、緊急事態条項が導入されるということで、日本国民にとってマイナスしかないからです。で、今回は気になる情報をですね、いくつかピックアップして、 えまあ、僕なりに分かること、あと、ですねリスナー様のお役にまあ立てることということで、えー、お話ししていこうと思います。まずですね、ビートたけしさんは何ていうことを言ったのかっていうと、このようなことを言ったわけですね、こちらが SNS に上がっておりまして、まあ、映像本人の発言もあるんですが、まあ、このようなことを言ってるわけですね。えー、お笑い芸人に人権はいらない、投票権も全部いらない、税金は払うけど、あとは非差別でもいい。 その代わり舞台で好きなことを言わせてくれでも義務は果たしますからただ有事の時は逃げるけどと言ったんですねこの最後のこれっていうのはあのこういう話の中に本当のところが入ってるんですね。 ただ有事の時は逃げるけどで芸人は違い封建にしてくれとかそういったことも言ってるんですがえこちらの件ですねとても注目されておりましてまあ、どういったコメントがついているのかっていうと、えー、北野武志、B と武しはです、ね、飾らない舞台で好きなことを言って輝いている人間であるとでここまでね、えー、こう振り切ったことを言える人間はいないっていうことで,でやっぱり、えー、北野武志、B と武しの生き方っていうのはいいなっていうこと多くの方が共感してるわけですね。でえー ビートたけしにですね、まあ、選挙に立候補したらどうかって言われたら、まあ、そちらに関してですね自分はお金を持って逃げるからダメだよっていう感じで交わしたっていうことなんですが、えー、まあ何て言うんでしょうね、えーまあ、その人としての器っていうか品性を感じる、まあ、そういった方であるっていう、まあ、そういったことがまあ言われてたくさんのコメントがついていましたでこのですねビートたけしさんの発言っていうのは何かっていうと憲法改正を意識していると思うんですね 昨今、そういった動きを見せていますから、で今度はですね憲法改正に反対している人、僕もそうですが、あまあ、リ,リスナーさんも、まあ、そうだと思いますし、全日本国民がこれを反対しないといけない内容なんですね。で例えば、こういったことがあそちらの意見で寄せられています、憲法改正反対する以外えー、他ないと、えー、自民党はですね基本的人権を守るというデタラメだが、えー、基本的人権の削除をしていると、だからこれ分かってるんですよ、自民党の改憲案について。 トーマ、ね、ルの指示、まあ、であるとか、創始国米の指示、まあ、であるとか、そういったことが分かってるわけですよ。97条の基本的人権の全文削除ということですから、うん、こんなのおかしいとしか思わないわけですよ。でこういうことを、まあ、知らずにですね、えー、憲法改正だって言ってる時点でおかしいわけですよ。で、えー、まあ、そういうことを望みませんけど、そういったことを言うんだったら、その人間たちが有事に行けって話です。僕たちは別にあの行きたくないわけですから、あるいはですね、 日本の子供ね、そんなの活かせるわけにはいかないわけですよ。で、こういったまあ憲法改正、あるいは憲法改悪、自民党のね、改憲草案っていうのは何かっていうと、この安倍晋三の考え方がね、元になっているんですよ。安倍晋三がですねこう 集団的自衛権を認めたんで、ここからもう本当におかしくなったっていうことなんですね。まあ、どういうことかっていうと、憲法9条の観点から言えば、日本というのは有事を放棄する、あるいはですね、えーまあ、戦力、武力を放棄するので、えー、徴兵制などありえないんですよ。し、うん、しかし 集団的自衛権を安倍が認めたことによって国を守ることは国民の義務だっていうことから18条をですね無視して徴兵制になってしまうそういったことも可能なんですよだから安倍っていうのは憲法違反をしているわけですよそして勝手に軍拡をしているわけですねでこちらについては実際そうですからだ,だからそういった人間を許せないっていうそう,そういう話なわけですよ真面目にねでもしも 自民党あるいは自民公明維新国民民主がしようとしている憲法改正憲法を改悪したらどうなるのかって言ったら日本の子供あるいはですね,、まあ、そのね今の孫の世代の方たちが、ね、その有事に送り込まれることになるんですよ。望まないじゃないですかそんなこと。 っていうかそうならないように外交しなければいけないんですが、そういったこともしないんですね。で、実際これっていうのも、こういったまあ意見というかが出ておりまして、僕も本当そう思います。有事になったらですね、霞が関の官僚が行けって話ですからね、国会議員が行けって、自分たちが決めたんだから、なぜ国民に行かせるって話なわけですよ。内閣総理大臣は必ずです、ね、派遣部隊に同行することを義務化しろっていう、そういった意見。本当にそそう思いいますだだって決めたんだからそいつらつが 僕らは反対してるわけですよ、うんで。その反対してる僕らにどうのこうの言っておかしいじゃないですか。僕はですね、えー、その有事の際に逃げるっていうビートたけしさんと同じ考えですからね、この今の、ね、日本国民に対する機民政策をする、えー、その、ねえー、自民党政府、そのためになぜ日本国民が尊い、ね、とうとう命を出すのかって意味がわからないんですよ、考えてね、うん。明らかにおかしいとしか思えないじゃないですか。 でここからちょっとかなり難しい内容に入っていきます。ちょっと僕がね、いつもお伝えすると、すいません、あの言い方が上手に伝わらないかもしれないし、そんなに知識があるわけではないんでねで、若干その感情的になる時があるんで、ちょっとそういうのは良くないということで、今回はちょっといろいろ調べまして、こういったまあ有益な、客観的な、冷静な情報がありましたので、こちらの件をですね皆さんで、僕も含めて皆さんで考えていこうと思います。 まず何かっていう、まあ、現状あるいはですね今はどうなっているのかっていうと日本っていうのは主権国家ではないんですよ日本は独立してるとか日本は国民主権だっていうんですが違うんですよまずこの現実を知ることが必要なんですよ日本っていうのは創始国米のね属国なんですよ、うん、あらゆることっていうのは米が決めるんですねあるいは日米合同委員会が決めるそのことをまず理解するべきなんですね え国家主権、国民主権を取り戻すためには、ですね今、主権がないっていうことを国民が把握しなければいけないんですよ。サンフランシスコ条約で独立したんだ日本は、そんなことはない。それはそういうふうに言ってるだけだってでたらめなんですよ。あるいは、ちょっと意味合いが違うんですよね。 そしてそういったことを真に受けてですね、日本というのは主権国家で、国民主権だから何でも決められるとかっていう、そういった、えー、間違った考え方なんですね。これが別にどうのこうのっていうわけではなく、こういったことを間違ってるっていうことを考えないといけないんですよ。そういう、だから、なんていうのかな、今現在の立ち位置、足元が分からなければ、よくしようがないんですよ。だって、どこにどうやって向かっていけばいいかわからないじゃないですか。だから、この話を真剣にしてるわけですよ。 でどういうことかっていうと戦後、まああね、70年80年経って日本っていうのは対、えー、米従属からの対米自立を本当は目指していたんですよ最初は対米従属だから米の属国ですそこからですね、えー、今度は米から自立するっていうことなんですねでまあ敗戦国だったら日本の選択肢はこれしかなかったんですよ最初はそのしか道がなかったんですよししかし 後々ですね、ゆくゆくは対米自立、自立をすることを目標にしていたんですが、70年、80年経ってもまだ米の属国であることに変わらないんですよ。なんでか、米の属国になることによって利益を得る人間が日本国内にいるから、それが全ての答えです。こういったことを一人でも多くの方が理解することが多分大事です。なんでかっていうと、 対米自立、だから日本の独立、ね、そういったものを本来は向かわないといけないんですが、もうそういった目標を捨てたんですよ、自民党がね、あるいはあほとんど多くの議員が捨てたんですよ。で、対米従属でいいと、米の属国でいいと、そのまんまそうしてればいいと、なぜそいつらが儲かるからですよ。今の国会議員が儲かるからですよ。今だけ金だけ自分だけっていう言葉があるじゃないですか、まさにそうですよ。 自民党の議員が遠丸とつながってですね、米の言われるがままにしてるってそういうことですよ。自分たちの利益になればいい。そういった人間が今の日本を動かしてるんですよ。自民党ね。安倍晋三ですよ。安倍晋三にしても岸田にしてもそうですよ。まあ、もっと前から言えば小泉の時からね、うん。その自民党がそういったことをしてるわけですよ。で 安倍晋三のですね安保法制っていうまあそういったことなんですがもともとの、まあ、ことっていうのがわからないんですがもしこういったものだったらわからないでもないっていう解釈もあるんですが実際はそうなってないんですよアメリカがもしも有事の時にまあ日本がですねまあ、そこにまあまあなんていうのかなまあ協力というかコミットするっていうのはそれもまたおかしい話ですがその先にですね日本の自立独立があるんだったらまあ ね、それに関して目をつぶろうと、まあ、そういった考え方もなきにしもあらずということです。それは何かっていうとアメリカの代わりに日本の自衛隊を出すということです。自衛隊員を差し出すということです。しかし日本の自衛隊員を差し出す代わりにアメリカは日本から支配を間接支配を緩和しろということです。日本国内にある、ね、在日米軍基地どけろって話ですそして日本に土地を返せっていうことこです。 そういったことをきちんと、ねえー、主張するんであればその話はわからないでもない、まあ、そういった考え方か,かそういった考え方がありますが安倍晋三は何を考えていたんでしょうかそんな方向に全く向かっていなかった安倍晋三が目指していたもののゴールがあったんですよ日本が有事ができる国になるそういうことを目指していたんですねどうかしてるんですよ考え方がね遠、うん、丸の言いなりか米の言いなりかあるいは自分の思うがままか 安倍晋三っていうのはそうで,すよで、すよその考えを引き継いでる、ね、えー、安倍応援団ですね、今で言えば日本保守党の百田直樹、有本薫っていうのもそうですし、まあ、それ以外のね、まあ、その、日本会議のか関係者、東丸の関係者、高市早苗とか、えー、そういったものもそうです。つまり、安倍の周りにいる人間っていうのは何かっていうと、えー、日本をですね、えー、有事に、えーまあ、迎える、それを考えていたんですよ。おかしいでしょでも、えー、この安倍をはじめとした人間っていうのは、 え日本が有事に迎えるイコール主権を取り戻したと思うんですよ。うん。完全に解釈は間違ってるんですね。日本が有事に迎えるイコール主権を取り戻したわけではないんですよ。うん。あの頭の中の構造がもう全然違うんですよね。でしかもそんなことを米が許すわけがないんですよ。 米は何かっていうことなんですが、米は日本に対して軍事行動に無批判で従うことによって、そこを約束すれば、米は日本が有事にできる国にそれをまあ認めるっていうことなんですが、うん、そんなことはないんですよ。そんなことをさせるわけがないんですよ、米はね。で、まあ、よく言う安全保障環境の変化とかっていうのが、こういうふうに歪められた形で取られてるんですね。 でこれに関して調べた方がいらっしゃって米っていうのはすごく苦しいわけですよ何が何が苦しいのかって言ったら米の,、まあその国力が非常に低下してるってことです米っていうのは建国以来ですねずっと、まあ、その有事を繰り返すんですよ米っていうのは有事を繰り返さないと国が維持できないんですよ軍産複合体っていうね米がそれを支える、うん、そういったあ軍産複合体の上に成り立ってる国ですから米はね うん、何かがあったらあー有事を起こす何かがあったら有事に加担するそうしないと経済が回らないんですよしかし米の人間たちも分かっているわけですねえこのまんまではいけないとだから米の人間たちが有事に行くことを断りだしたんですよだから米の人間たちは有事に行かないそうなるとどうなるか軍産複合体が動かなくなって米はね経済が回らなくなるんですよ米の考えることがあ,あります 有事を何とかして金を生み出す軍産複合体が儲かるそれを考えるけど米から兵士が出せない出したくないどうしたらいいんだろうかそこに目をつけたのが日本目をつけられたのが日本あるいはそこに入り込んだのが安倍晋三です売国度もいいところですよう話になりません安倍晋三は何何を思ったのかっていうとこういった米の,、まあその軍事関係のことを日本が引き受けることによって つまり、日本が米の下請けになることによって、日本が有事に参加できる国になること、その許可を求めたと言われているんですね。安倍晋三は米と、まあ誰かな、トランプかな、そういった取引を持ちかけたのかもしれませんが、米はそんなに甘くないですよ。米は日本をですね、ずっと増国にしておきたいわけですよ。 日本の独立も認めなければ、日本がですねその軍拡化していくこと、えー、そんなことは認めないんですよ。あくまで米の主張というのは何かというと、米の許可の下で、米の許可の下で、その中でしか武力行使は認めない、認めさせない、当たり前なんですよ。そんなことも分からずに、えー、言っている安倍晋三とかね、安倍晋三の周りの人間というのは。でその結果、どうなったのかというと、対米従属に。 プラスして、ですね、えー、軍事的にもさらに、えーまあ、従う、つまり完全に属、えー、国になった、その場合にのみ日本が有事に、えーまあ、参加できる、そういった条件がついたんですよ。しかし、それでも安倍晋三は、それででいいと思ったんですよ。完全におかしいでしょ、うん、有事ができる国こそが主権国家だとか、そんなことを思ってるんで、意味がわからないんですよ。 安倍晋三の,、ね、その頭の中におそらく有事ができる国になるイコール主権を取り戻したとかっていうそういう意味のわからない国民には理解できないそういったもうね行かれたことを考えていたんですよそして安倍晋三を含む遠丸の人間たちっていうのは日本を有事に向かうそのために米の許可が得る完全に米の属国それを約束したんですねそのの結果どうなるのか 安倍晋三あるいは自民党岸田もそうですがそういった者たちの,その、ね、約束したことによって日本国民の今の子供世代孫世代、ま、孫世代が有事に行くんですよそしてそこで命をなくすんですよそれでいいんですかそれが今回の今問題になってる憲法改正の根本にあることですよ。安倍晋三と自民党あるいは遠丸関係者の中にはそういったことを思ってる人間がほとんどなん,なんですよ そんなな人間たちに憲法を改正させていいいわけないでしょ、うん、これが自民党の改憲草案の、えー、元にある考え方ですよ。ビートたけしさんはこれを分かってるんですよ。日本国民はどうするか。何としてでも憲法改正を絶対阻止しないといけない。そうしないと有事になるからですよ。この安倍晋三の考えている国民のためにならないことを、えー、そういったことに、えー、なってしまうからです。そして、えー、安倍晋三のです、ね、考えを引き継いでいる日本保守党の百田直樹、有本香お 過去に百田と有本はこういうことを言っていました。日本の若者は有事に行け。どうかしてるでしょこの発言。この発言だけだっておかしいんですよ。なぜ日本の若者は有事に行くなってなぜ言わないの保守を語るんだったらそう言えよ。僕はそう思ってます。しかしこの者たちはこういうことを言いません。だからもし憲法を改正してしまったらね、その徴兵制になったりとか。 日本の子供あるいは日本の孫世代のおがですね有事に、えー、行かないといけない状況になってしまうんですよ。それを防ぐのっていうのは僕たち大人、日本のの有権者の使命であると思いますだからこのですね憲法改正の話がたびたび出ますけど、でその出るたびに僕にお伝えできる精一杯の話はお伝えしますが、一人でも多くの国民がこれに気づかないと、本当にもう終わりですすよ数十年前ととまた同じことを繰り返すわけですよ。 数十年前にね、そのあったあ悲惨なことがあったから、だから今の憲法があるんですよ。日本国憲法に日本国民は守られてるんですよ。その憲法をかい改正してどうするんだって。そしてその憲法を改正して儲かるのは国民じゃないっていうわけですよ。そういうことに一人でも多くの方が気がついていただきたいと思いまして、今回こちらの件についてお伝えいたしました。一人でも多くの方が分かっていただければと思いますし、とにかく憲法改正をう、まあ、歌う政党ですね。自民 公明維新、国民民主、あるいはです、ね、日本保守党もそそううです。す。いいいいったとところにはははを入れてはいけないと僕は思います日本が有事になることを望まないでしょう。日本の子供の世代のとか、日本の孫の世代が有事に行って、ね、命をなくすこと、それを望まないでしょう。それを考えるんだったら、憲法改正なんて許してはいけないんですよ。国民がそういうことを思わなければいけないと、まあ、そう思いますということで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。 失礼いたします。